日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は物欲について。物欲って何でしょう。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日もコーヒーを飲んでいます。僕はコーヒーが大好きです。コーヒーを毎日2杯か3杯ぐらい飲みますね。2杯か3杯ぐらい。皆さんはコーヒーが好きですか？1日何杯コーヒーを飲みますか？何杯飲みますか？今日は物欲について話したいと思います。物欲って何でしょう。物欲、漢字を見ると少しわかりますね。漢字は物、物ですね。物、物、そして欲。欲は欲望、何かが欲しいという気持ちですね。欲しい。なので物欲というのは物が欲しいと思うことです。物が欲しい。例えば iPhone が欲しいとかね、バイクが欲しい、ね、なんかモーターバイクが欲しい、ね、あとは何、車が欲しい、テスラが欲しい、ね、音楽 CD が欲しい、そういうのですね。そういうのが物欲と言いますね。物ですね。家が欲しいとか、新しいシューズが欲しい、ね、新しいカバンが欲しい、ルイ・ヴィトンのバッグが欲しい、ね、これは全部物欲です。皆さんは物欲が強いですか？それとも物欲が弱いですか、ね、強い弱いと言いますね。物欲が強い人、物欲があまり、物欲があまりない人とか言いますね。ない人ね。欲がたくさんありますか、それとも欲があまりないですか。この前話した、ミニマリズムについての話をしましたね。たくさんたくさんたくさんものがあるのはあまり良くないかもしれないという話をしました。そのためにはこの物欲を少しコントロールしないといけないですね。あれも欲しい、これも欲しい、たくさん欲しい、たくさん漫画が欲しい、まあ、その気持ちもわかります。わかるけど、たくさんたくさんたくさんものがあると部屋の中は散らかってしまいますね。部屋の中は汚れてしまいますね。たくさんたくさんたくさんものがあると部屋が汚くなってしまいますね。なので、まあ、あとは狭くなりますね。部屋が狭くなってしまう。だから物欲は、まあ、そんなに悪いことではないんですけど、少しコントロールした方がいいですね、うん、皆さんはどう思いますか？それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。